NHK 浜松支局は、静岡県浜松市中区に所在する NHK 静岡放送局の支局である。演習地方の報道取材業務を担当している。当局は2017年まで日本放送協会、浜松放送会館に所在していたが、2018年、老朽化していた静岡放送局の新局社移転に伴い閉鎖された。 報道取材拠点はこれに先立って浜松アクトタワーに移された。1933年、社団法人日本放送協会浜松放送局として開局。現在の浜松市中区市も池川町35番28号に所在した NHK 浜松放送会館にはスタジオなど独立した。 放送機能も持っていたが、1988年に実施された放送局統廃合により、静岡放送局の支局となった。支局広角により、余剰となった部屋などを利用して、本部機能の一部が設けられるなどし、以下の組織が置かれていた。しかし、NHK 全体の合理化に加え、浜松放送会館自体の老朽化、 南海トラフ地震対策もあり、同じ課題を抱えていた親局、静岡放送局の会館移転を行うにあたり、浜松放送会館を閉鎖することを決定。まず2016年10月に報道拠点を浜松アクトタワーに移し、2017年ぐれには浜松音楽ライブラリーを廃止し保管していたアナログ音源をアーカイブス川口本館へ移した。そして、 同年内の仕事を納めに合わせ、ハートプラザも廃止、2018年2月16日には営業部の分室も廃止され、静岡放送局営業部に集約された。今後浜松放送会館は取り壊され、送信初期のだけが残されることになっている。浜松放送会館に置かれていた浜松音楽ライブラリーでは、NHK アーカイブスや東京の放送センターに、 収蔵しきれないテープディスク類などの一部を保管していた。特に SPLPEP のアナログレコードは合わせてピーク時に約34万枚も所蔵された。これは日本の放送局の所有枚数では最多とされたほか国立国会図書館と並んで日本最大規模とも言われていた。前身は1五十一年に NHK が無形文化財の保護を目的に 音声素材の収集を始めたオタノライブラリー。現在一般的に放送音等で使われる玉音放送の音源なども同ライブラリーの所蔵であった。ライブラリーにはかつて放送用素材として収集された1985年頃までの音楽や演芸などに関するものがジャンル及び国、地域を問わず保管されていたほか放送マスターとして作成された SP レコードも 保管されていた。自身が出演する番組の企画のためライブラリーを訪問した亀渕明信は諸外国にはこれに必する規模の施設がないことや特に日本の音楽ライブラリーとして随一のものであると評している。このライブラリーの様子は前述の亀渕明信が DJ を務めたラジオ番組亀渕明信のいくつになってもロケンロールや特別番組 今日は1日3枚で、代々的に取り上げられたほか、テレビ番組、三つの卵や、同、今夜も生で、さだまさし静岡、浜松、茶田町あなど、折に触れて取り上げられていた。浜松放送会館閉鎖に伴い収蔵資料は、川口本館へ移された。ありがとうございます。